お待たせいたしました。本日の第1試合 56.5kg 契約ウェイト4ラウンド、この試合を採点するリングサイドの3名のジャッジは室谷正弘、同じく村瀬正和、同じく加藤隆夫、そしてこの試合をストップする唯一の権限を持つレフェリーは石川和則。それでは本日の第1試合 56.5kg 契約ウェイト4ラウンドを行います。まずは赤コーナー、公式計量は123パウンド4分の1一の事務所の風後藤そして青コーナー、公式計量はこの試合の契約リミット124パウンド4分の3松田事務所属島袋友樹デビュー2021年5月戦績は1戦1敗です。青コーナー島袋友樹、松田事務所属、1999年8月生まれ、愛知県名古屋市出身。
デビュー2021年12月戦績は1戦1敗です。以上本日の第1試合 56.5kg 契約ウェイト4ラウンド両選手の経歴戦歴でございました。ラウンド2ラウンド3
そうか、肩に当てやったけど、キープさっきのはちょっと、こっちにはでも、いい感じだった。ラウンド4、ラストラウンド。第1試合 56.5kg 契約を得て4ラウンド再開をお知らせいたします。まずジャッジ加藤隆雄39対37、青コーナー島袋智樹、そしてジャッジ村瀬正和、同じくジャッジ室谷正弘38対38、両選手とも規定の2票には達しませんので、この試合はドロー引き分けでございます。
あの